今回は二次元配列について説明していきます。前回説明した配列の要素を一つの添え字で指定する配列を一次元配列と言います。一方、行と列の二つの添え字で要素を指定する配列を二次元配列と言います。二次元配列を宣言し、各要素に値を代入するにはこのように書きます。 文字列の場合は、値をダブルコーテーションで囲む必要があります。例えば、2行3列の配列、フーズは、次のように表されます。配列の各要素は、配列名、角括弧、行の添え字、角括弧、列の添え字と表します。例えば、2行3列目の要素の値の、桃を参照したい場合は、ふうず、角括弧1、 かか2と書きます。大学入学共通テスト時は配列角括弧の中に行の添え字カンマ列の添え字の形で出題される可能性もありますその場合は今の桃の例の場合はフーズ角括弧1カンマ2の形となりますので問題文に指示がある場合はその表記に従ってくださいこの動画では多くの学校で採用されている Python や JavaScript の二次元配列の定義方法に合わせて各括弧を分けて書く方法で解説していきます PyPen でも実行していきますこのように行の添え字が1列の添え字が2の桃が表示されました行の添え字を0に更新して実行します今度は行の添え字が0列の添え字が2のキャベツが表示されました 配列の要素を更新したい場合は、更新したい配列の要素を指定して、代入演算子の後に更新後の値を書きます。例えば、配列、フーズのブドウをバナナに変更したい場合は、フーズ、角カッコ1、角カッコ0、イコール更新したい値であるバナナと書きます。更新前後に表示処理を入れて、パイペンで実行します。このように、ブドウを表示した後に、 バナナに更新されたことがわかります。今回の授業は以上です。次回は関数について説明していきます。最後までご視聴ありがとうございました。